は3にも4にもなる好単位。今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。丸藤くん、長田、タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー真壁、250ポンド真壁深夜。250ポンド長田裕二。赤コーナー270ポンド小橋健太。小橋205ポンド丸藤直道。丸藤レフィー西永修一。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。小脇に抱えます。えげつない2位クラッシャー、顔面を蹴り上げます。組み合います。投げてまいります。館内がどよめきます。行くのか、ボディスラム、ストンピング、蹴りつけてまいります。抱えます。させません。ガードします。気合を入れてまいります。抱えます。こういう力で持っていくのは効きますよ。ちょっと苦しそうですね。スイッチしてまいります。顔面が歪みます。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。ああ、なるほど。相手を挑発してまいります。ボールに入ります。肩
肩が上がります。掴んだ、キックで返します。ハッタイのブラックバスター、こめかみのあたりを狙ってまいります。組みに行きます。ロープに振ってチョップが奪ってまいります。ここでタッチです。張ってまいります。巻き投げで切り返します。起こしてまいります。蹴ってまいります。掴みます。逆に返します。掴みます。高周波数の音が館内に響きます。ロックアップ、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。腕をフックします。逆に投げてまいります。フロントからのキック、強烈に打ち込みます。抱えます。強烈であります。 DDT、腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。ここでタッチです。行くのか、あと返します。します。エビに固める、カウント 2.5、 まだまだです。ガジェット組み合った、逆に返した、引き起こす。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック、腕しぎ入った、ロープに逃れました。蹴っていった、あと逆に返した、決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。エクスプロイダー、エクスプロイダーが火を吹いた、片エビに持ち込む、ロープブレイク、頭を掴んで2位を突き上げる。これはもう精神力で打ってますね。そうですね。腕をフックした、ブラインバスターで叩きつける、腕を回した、エルボーを打ち込む、組み合った、巻き投げで切り返した、チョークで締めていった、岩壁の母の胸に抱かれました。いけるか、コーナーに振って、チョップ強烈、キック、首根っこを掴んだ、あっちゃくりパンチ、ガジェット組み合った、コーナーに振った、首根っこを掴んだ、ハンマーを落としていく、あとキャ
ッチした、あっと返した、バックに回った、あっとうまく切り返した、ここでロープブレイク、逆に振り返してそのまま倒していった、ストンピングを叩き込む、ドロップキック、的確であります、キャメルクラッチの体勢だ、組み合った、あと逆に投げていった、トップロープを狙う、起こした、エルボーで切り返す、ヒールキックがこめかみに入った、ああ、またロック2だ、15分経過、ブロックした、15ミネットゴール、アキレス腱を決めにいった、いけるか、対角線に飛ばした、あっとカウンター、小脇に抱えた、エルボーで返す、ここでタッチだ、カバーした、返してまいります、立たせていく、エルボーで返す、バックを取ってジャーマン、カウントは2つ、ミミズ払いになる逆水平、コーナーに振った、キック強烈、長田ロック2ががっちりと決まった、起こした、引き起こす、見栄を切った、ラリアット投げ倒し、引き起こす、起こした、至近距離からのラリアット、エルボードロップ強烈、抱えた、ブレンバスターで切り返した、気合を入れた、ブロックした、バックを取ってエルボーで切り返す、いけるか、強烈に締め上げる、ハンマーパンチ強烈、さあサバイバルはどっちなんだ、この戦いのジャングル密林の王となるのはどっちなんだ、引っこ抜きか、裏カンナラで固める、ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ、だから何回もホールされてきついですよね、あースタミナをロスするわけですね、トップロープを奪う、急降下、膝バックだ、蹴り上げていく、ハンマー気味のパンチ、さあ担ぐのか、本能ですね、もう記憶は飛んじゃってると思いますよ、容赦のないトラップキック、おっと同時目型のドラゴンスイーパー、ここでスイッチ、引き起こす、起こした。
ハーフネルソンスープレックス。ハーフネルソンにとった。